さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリー1日限定プレショー第前回のパートがもうグダグダすぎた。なんだよ、カメって。はい、ということで、最近出たですね、ダルマドナルド、ミッキー&フレンズということで、まあ、これがね、プレイする頃に、てか、これが表に出る頃には、まあもう数ヶ月前のにリリースされたツムにはなってるとは思うんですけど、まあ僕が今プレイしてるのがね、今1月の29日ということでね、なんか7周年記念で1日限定でもプレイがハート減らずにやりまくれるっていう日があるんで、それを機にですね、こんな感じで皆さんにツムを紹介しようと思って、動画撮ってるわけなんですけど、まあ古いツムもね、あると思うんで、もう今から始めたっていう方は、なかなかないやつだと思いますけど、ちょっと、なるほどなぁ。ダルマ落とし、そういう意味がダルマとなるの。かっこよかったですね、まあ。なんかでも、一瞬すぎて、パッって感じでしたけどね。スンって消えてきましたからね。うん。いやぁ、なんか、かっこいいっすね。この感じ。スン。あ、違うの？さっきなんか一瞬で全部ファンって言ったけど。あ、来ますよ。え？もう一回できないかな？もう一回。あ、なるほど、なるほど。上からをなぞれば、あれだね、一個ずつやっちゃったからだ。ワンタップでいけると思ったけど、そうじゃないんだ。おぉ、シュン、シュン、シュン。そういうことね、そういうことね。うわ、めっちゃパスでできる。パセットも完全に相手のスペインっぽいですよね。うん。あ、これ、あ、ドナルドは決してない。ドナルドは決してない。なるほどね。了解。いいのかよく悪いのかよくわかんないつもりでしたね。とりあえず、あとまたスキルが2回足りませんでしたね。はい。まあでも、楽しいツムではありましたね。うん、いい感じで楽しめましたよ。ありがとうございます。ということで、あと何分あるんだろう。スキルは、あと4分あるんで、なんとかあと2回はできると思いますから、2回のうちにクリアしていきたいと思います。ミッションお疲れ様でした。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。